そうですね、多分僕がレッスン持ってる中で一番年齢層が幅広いクラスなんですね。で下は小学生3、4年生からもう上は60代までが、ご人数も15、6人かな。みんな和気あいあいとやってる仲良しメンバーが集まってます。まあレベルの幅もめちゃくちゃ広いんで、内容としては基本的には一つのファンデーション、基本的な動きをきっちりと伝える作業から入っていって、まあ、そこから派生していく流れですね。その一個のファンデーションでどこまで遊べるかみたいなところを毎週毎週一つずつ個人個人のレベルに合わせてやってます。ルーティンやったりやらなかったり、時にはセッションしたり、みんなでフリーの練習したりっていうところなので、毎週毎週その単発で仕上げていくっていう流れなので、その何週にわたってなんかこうコレオグラフしていくみたいなのをやってるわけではないので、どのタイミングで来てもらっても全然受けやすいクラスにはなってます。映像を見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃテンション高いクラスなんで、まず来てもらえれば、そのもちろん技術的な部分っていうのは伝えるんですけど、まあ、ダンスの楽しさっていうところを一番に感じてもらえるクラスになってると思うんで、初めての方ももうぜひ来てもらってですね、ロックダンスの楽しさを体感してもらえればなと思うん で、大阪でレッスンしてるのが僕はこの週1回の金曜日のみなので、まあ、大阪のみならず関西の人はですね、ぜひスタジオアッシュ金曜日の6時から7時半のクラス、ぜひ遊びに来てください。